はい、ちょっと緊急で、動画回してます。はい、はい、まあ、トシ君には言いましたけど、はい、残念ながら、息で初かな、こう、はい、全体的にバーンって告知するのは多分初と思うんですけど、そうですね、はい、釣り禁止のエリアがついに出てしまいました。はい、はい、で、まあ、その場所なんですけど、はい、まあ、おなじみ石田町の七港漁港です。まあ俺らの動画でもあのアジ釣り、はいはいはい、キビナゴ使ったりとかイワシ巻いてとかさ、はい、でよくアジが釣れる場所です。でも、はい、なんならもう今でも見えてますアジは。なん で,、はい、で結構イージーでさ、はい、みんな思い出のある場所やん、ここは昔から。そうですね、で近年まあちょっとそうね、俺らの動画の影響もないことは絶対ないと思うんで、はい、その人も増えて、うん、でいろいろちょっとこう針とか餌撒き散らしてるゴミ問題とかもまあ今がどうじゃなくて前々からありまして、でそこの、まあ、ここの一角にね船を止めてあるあの船頭さんたちと僕もあの友達なんでいろいろ話したりとかよく聞くこともありまして、はいはい、でまあそんな中でね、あそうばってそうやね、こういうのはサビキの仕掛けやねとかさ、いろいろあるわけ、ロープに針かかってる、船になんかサビキが飛び散っとるぞとかさ、うん、でほぼほぼ俺が受けてきたって、あ、はい、そこで、あそうね、まあでもそのこういうと使う人はちょっと地元の人かもねとかさ、いろいろなんか思うことはあるて、うんうんうん、あるっちゃけど、その船長さんたちといい雰囲気に、まあまあでもここに人も釣り目的で来るけん、うん、やっぱ経済も潤うとこもあるけんさ、ごめんな痴漢にしちょってなっていう感じで、まあ俺らも人を呼んで息を盛り上げようとしてる身分である以上、その関係ないじゃ済まされんけんさ、うん、はいはい、うん、でそういう風に言ったりとかも知ってきたんですけど、まあまあその話はちょっと取っといて、はい、一応も簡潔にそのどこが釣り禁止になりますよっていうのを映像でまず伝えたいと思います。はい、はい、ここはまあ七港、はい、で向こうからこう来るわけやんな、こうぐーっと公衆トイレを曲がって、はい、ここに車を止めてみたいな、はい、感じなんですけど、まあ、まあそこの機械屋さん、船の機械さん、岡本機械さんよりちょっとここの、うんうん、まあここら辺から、もう立ち入り禁止になるみたいですね、この小屋、何の小屋かな、タンクかなんか、はいはいはい、オイルタンクかなんか小屋から、うん、こっち、こっちですね、もう僕らがアジを釣ってたエリアはもう立ち入りが禁止されます、はい、で釣りじゃないですとか言ってももうダメってことやね。そうですね、うん、立ち入り禁止ですね、もう立ち入り及び釣りが禁止ということで、はい、はあ、おまあ、泳ぐとかもないと思うけど、ね、ほとんど、うんうんうん、ここに来る人はほぼ釣りだろうっていうふうにそういう判断とか、入っていいけど釣りはダメとかやったらね、うん、分からなくなったりする。あ、確かにそうですね、みんなが誰か駐在しとって判断するわけでもないんで、うん、まあ、確かに分かります。立ち入り及び釣り禁止はここのエリアからこっち、はい、なんで正味ね、そのここより手前とか遠い面の港なんかは一応禁止ではないってことです。七港漁港のこの一角が禁止ですよってこと、うん、はい、場所はそういうことになってます。ああ、でまあなぜこうなったかの経緯がね、多分一番みんな気になってると思うんですけど、はい、まあまあちょっと歩きながら、うん、その我々、まあ、その動画も出しててね、ここを場所も分かるように出してるじゃないですか、はいはいはい、なんで我々が何かしたっちゃないとっていう問い合わせも何件かありましたけど、うん、それそう直接僕らが何かをしでかしたってことではないっていうのは、はいはい、まず一言、はい、前置きとして言っておきたいとこですね、うん、でそう前置きはそう、うん、ってことで、え、じゃあなんで禁止になったんっていうのの、うん、まあそういきなりもう急に禁止とかじゃなくて、はいはいはい、ここもね、もう何年も前から人が増えて、うん、俺らの動画を見てここに来る人も確かおったやろうし、そうですね、うん、でここでしっかりでかい味釣って、うん、いい思い出になった人もおるし、うんうんうん、でも逆に息のやつとかでも、うん、ちょっとこう家族連れとか、はいはいはい、子供ね連れてきても意外とイージーにさ味釣れたりするけん、はい、まあ俺らにとってもいい場所やったし、うんうん、この場所に味がいいのが連れてくれるけんこそ潤う部分もあったりと、うん、ここで魚釣りしてお昼ご飯をねまた石田町の飲食店で食べてとか、
まあ、石田の民宿に泊まって七港で味つってそれを民宿で夜食べて最高でしたみたいなよく聞きました。はいはい、はあ、なんでその部分で言うとその経済としては大打撃だと思います。本当っす、うん、だから僕らはその間接的にしか ここでこうやって釣れますよとかさ、はい、ここでこんな風にしたらアジが食いますとかでっかいの釣れますとかいうのを映像を通して伝えてきたんですけど、はい、まあ、それ見てきてねいろんな民宿とか飲食店とか、うん、あの客足増えてさ、うん、あの経済がちょっとでも潤えばいいかなと思って僕らはやってるというかやってきたし今からもやっていこうとは思ってるんですけど、はい、見てみんもうこういうとこほんとねもう速攻やんこれなんでここのここだけをもう捨てていくんここにそう全然使えるしなこれ、うん、うん、こういうところねほんとほんとまあもうそのちょっと前もって言うともうこういうの積み重ねですねそうまずはうん別になんこれなんか使うとしくんこれそうも使えるよね名前書いとったら届けてやるけどうんほんといいけどさ、うん、はいってことっすね。だから結局さアジングとかアジを狙ってきてる人たちの釣り人が多かったわけ、うん、まあ時期もあるけど、はいはい、でここなんてさイカめっちゃいい場所やんそういい春もいいし、うん、もう夏手前ぐらいの時とか、うん、いい場所やしそうエギングでも全然いいもんねそういやアジを釣らんけどエギングだけめっちゃする人もおったわけ、うん、ったそういう人たちからもこの七港って支持されててさ、うん、それのせいでアジのマナーが悪いせいで俺らアジ先頭にエギングできんくなったもう全部禁止やけん、はいはい、ってなるとこれまた問題なわけ、うんうん、でもまあその釣り人っていう大きいくくりで見るとね、うん、まあ何の釣りをしようがオフショアやろうがショアやろうがどの業種を狙おうが釣り人としての自覚が欠損してる人はもう欠損してるとで正味さ俺らもその善人ぶる気がないけん言いますけど、うんうん、でも善人ではないと思うやん自分たちのことですら、うんうんうん、ちょっとめんどくせえと思うこともあるしさ、うん、ゴミとかさあの、うん、持って帰るのめんどくせえとか思うこともあるっていう、うん、ただやっぱそこはやっぱ釣り人としてここでゴミ捨てたらこう禁止になったらもう釣られんけんね、うん、俺だけの責任じゃないし自分一人やったらさ一人やし誰も見てないしいいかみたいな考えがよぎることもあると思っちゃうけど、はいはい、そこをさ踏みとどめれん、うん、踏みとどまれん人がちょっと増えてきてて、うん、まあこうなっちゃったかなっていう、うん、あるんですね。ただねそのここだけという問題じゃなくて、うん、まあ、僕らの動画にもいろんなところで撮影させてもらってるんで そっちの方の港とか、うん、ここだけじゃない港も全部言います。ここがその目立って今一番に禁止になりましたっていう話ではあるんですけど、うんうん、もうどこの港行っても、ね、やっぱゴミはあるし、まあ、タバコの吸い殻もその辺消してポンとか、はいはい、多いっすね。多いね、うん、ほんとそうで俺らもね俺らもそのアイコスやけどその持って帰るというか、うん、軽トラの後ろに積んでゴミ箱みたいになってて、うんうんうん、ゴミは全部積んだりとか、うん、徹底はしてたんですけど、うん、やっぱねこうちょっと知り合いの人とか全然話す人とかでもタバコ吸ってもそのポンとか、うん、全然よく見かけました正直な話、うんうんうん、俺がその知り得る人はみんなそんなことしてねえとかあの、うん、口が下げても言わんけど、うん、そういう人もおったし、うんっつってそれダメっすよみたいな言い嫌いになった俺らもおるし、うんうんうん、それに対してまだ考えが甘かった我々中ともあるかなっていうのはその後ろめたい部分でここが禁止になったことが俺らが何かをしでかしたことではないんやけどその全く無関係じゃないかなっていうのはなんとなく思うっすね、はあはあ、なんでそのこれ以上こういう場を増やさんためにも俺らのやり方やっぱ目につくことが多い媒体を扱ってるってことなんで、うん、より徹底して動画内でも伝えていきたいし、まあ、現場で会った時なんかあのそういう人がおったらちゃんと言えるようなメンタルも備えたいなと思います、はい、やっぱこうねちょっと俺はその釣り人とか来てる人のこと知らんでもやっぱそういうの俺らのこと見てきてる人はあいつやんとか結構声もかけられるし、まあ、声かけられんにしろなんとなくも気づいてくれてる人とかもおってそういう人が違反とかしよってもなんか言いにくい立場ではあるわけよ、まあそうですね、いやそこダメっすよみたいなことも言いにくいやんやっぱ、うん、プロモーションとかさブランディング関係上ね、うんうんうん、でもそうは言ってられんやねっていうのは今回ちょっと
明るみになったんで、そうですね、ちょっと心を鬼にして、そう全く言ってないじゃないじゃん。まあそうですね、そう、まあ、経験上で言うと、うん、まあこう俺のね前にねちょうど車が走ってた、ちょっと県外の人かな、はいはいはい、あ七海の後に釣り行くっちゃのなんとなく分かるやん、車に竿が乗ってるのがこう、うんうんうん、なんかガラス越しに映ってると、うんうん、あの人も七海なんだって、うん、で行ってね、ちょうど前で止まって、その辺止まってた、今俺の軽トラあるぐらい、はい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 、で俺はもうそこの L 字んとこが釣り金っていうのはもう何年前 ?2、3年前からな、もうそんぐらいになるかね、うん、だからもう分かってたんで、そこで釣りをすることはほとんどないっちゃう、うん、うんうんうん、でその人がバーンって降りてすぐね、なんかバーンって餌撒いて、もうすぐその釣り金とか投げ出したわけ、はいはいはい、でもすぐでかいのが釣れたっちゃう、うん、でそのもともとおったなんかね観光客の人とかこの辺とか、はいはい、釣り金じゃないとこで釣りをしようらした人、向こうとかが、はいはい、わそんなの釣れるんですねみたいな感じ で、うん、でそこで投げた人が、これ釣れるんでそこ投げた方がいいっすよみたいなこと言って、そこへ集まりだしたっちゃう、はいはいはい、で俺それ見て、いやちょっとそれまずいぜみたいな感じで、うんうん、ちょうどそのここの船持ちのおっちゃんが来てさ、はい、そこ釣り切りして帰ってあるの見えんとかっつって、うんうん、そこダメよそこからあげちゃうみたいな感じで、うんうん、ああうすうすみたいな感じでこうばらけたりもしたし、うん、で俺その時ちょっと正直これ言わなかなと思いよったっちゃけど、うん、これ全然向こうの方で、あ人多いなっつってやりよったっちゃけど、うんうん、逆にその投げよった人が、ね、話しかけてきてくれたんや、あ、はいはい、あ、はじめさんじゃないですかみたいな、ああどうも見てます動画見てます、うん、ありがとうございますみたいな、よくあるデフォの話をしよったち、うん、でもちょうどそう言ってきてくれたけん、いやすいませんちょっとあの僕もあの心苦しいんですけど、あそこちょっとその瀬渡しのおっちゃんたちの船着き場でまあいろいろカクカクしかじかその汚れめっちゃ汚されたとかゴミ捨てられたりとか、うん、ロープ張り絡まりまくってるとかそういう流れがあって、まあ、こう一角釣り禁止っていう風に一応なってるんで、うん、その先陣切ってあそこに投げて釣ってあそこに人寄せるのはあんま良くないと思うんで、うん、まあ、まあまあ人おらん時はワンチャンワンチャンいいっすけど、うん、でその時もね誰が何と言ったの、その誰々がアコ釣っていいちよったとかそういう話になっちよらしたって、うんうんうん、いやここの先頭がダメっちゃうけどダメっちゃう、うん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 、でもそう誰がどう言ったはさ伝わっていくうちにおかしな話になってくるけん、もう現場が全てと思ってもらってさ、いやまあ俺もね正直言ったら言いてよ、うん、もう桐生のおっちゃんもさ昴生のおっちゃんも岩本海王の船長もさみんな知り合いでさ、あ、はいはい、もうここがそういう人が来る前から全然もう友達でね、もう漁師になるはるか昔からさ、うん、話してて釣り寄ったわけ、うん、で誰おらんやったらよかよ釣ってよかよ長島君釣りでこのコースで投げたいんやったら投げりちゅう誘致くれだすと、はいはいはい、でもさその目立ってる俺らがここでやりよったら、いや味亀あそこで釣ってましたやんってなるやん、なる見た人がさ、なるでそれであそこいや味亀釣ってましたよって言っても、その全然知らん県外の人とかになったら、うん、このバチバチに喧嘩になったりするやん、言い争いになったりとかだけん、俺らもそのあこからこうこのコースのこの感じで投げたら釣れるんやけど、グッとこらえてね、あの釣り金じゃないところで近年ここ3、4年ぐらいはやってきてました、うん、なんでその部分で俺ら一切あそこで投げてることないよとか言わんし、うんうん、その誰もおらんで、あおっちゃんつって話しながらちょっとさもうちゃちゃっとアジフライに10匹ぐらい釣りたいけんさこう友投げていいっつって、およかよかお前は横さんと上がっとるけん投げろっつって、うん、でパパッとつってありがとうね、もう10匹釣れたけんお世話になりましたって流してゲーして帰ったりとか、うん、そういうのを積み重ねてね、うんうん、人間的なそこの港の雰囲気作りとか、うん、まあ、正直ここだけじゃねえよ、うんうん、もうその勝本に関してもさ、はいはい、まあ、動画に出てるっていうか、まあ、タイミング悪いけどなんか釣り場紹介とか出してたり、そう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 君たち撮りって、まあ、変な感じになるかもしれんけど、これ緊急で出してるんで、はい、まあそうですね、そのめちゃくちゃねいい人、うん、もう19トンあのイカ取り船の船頭の船のすぐ前とか後ろとかでやらせてもらいよったっちゃけどさ、うん、もう最初行った時からさもうものすごく愛想よくさ、もう話してさ、おちゃんちょっとお邪魔しますってさ、下からちゃんと挨拶もしてさ、うん、でじゃあちょっとジュース買ってきたけど飲まんですかとかさ、もうあげたりとかねして、うん、そのせっかく釣れる場所をみんなが釣りしていいようにできるように
あ、なんかゴミとかあったら言ってね、俺らすぐ言うけんとか言って、うん、ゴミ問題ってちょっと腹立ったら俺が連絡ちょうだいっつって、うん、で行った時にもう引っかかったりするわけ、はい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 、ゴミとかも、うん、そんなんもう目につく範囲は全部取ったりしてさ、うんうん、そう船頭たちがイラつく怪我する前に、うんうん、そういう風に俺らはその場所を公開する以上それが責務やけんさ、場所公開するだけであと知りませんよじゃあすまんけんね、さっきも言ったけど、そうですね、そうやってきた場所が勝本にもあるし他のとこにもあるし、うん、でここもその一角で、うん、っていう話なんですよ、うん、でね、それでね、そうこうして引っ掛けてます、はい、散らかしてます、餌だらけ、うん、臭いです、うん、なんか弁当カスはその辺の草むらに捨てまくってます、うん、でちょっとずつ苛立ちは溜まって生かしたわけ、ここの船持ちの船頭たちが、うんうん、でね、それでもまあこの自分の船の周りだけ貫取ってくれたら他のとこはいいけんです、うんうん、で猶予を持ってね釣りをさせてもらってたわけだけど、俺らはその気持ちに乗じて、はい、こっちの方とかさ、この、うん、なんていうの、船の被害がないところで、うんうんうん、その動画とかも撮らせてもらったし、うん、アジも釣らせてもらったと、うんうん、いうことなんですけど、まあ、ちょうどね、まあ、それに、まあ、今9月の17日なんですけど、はいはい、うん、2024年の9月16日にそのもうこれはもう禁止だっていうきっかけのね出来事、はい、があったんで、それをちょうど船長が降りてんね、はい、あの被害者の、うん、あの直接聞きましょう、俺らが言ったらでもまた聞きみたいになるけん、ちょうどね船長いますんで、うん、聞いてみたいと思います、はい、はい、じゃあちょっと今カメラをちょうど回してますんで、ちょっといいですか一言、いや俺いいあ、じゃあ顔出しなしで OKOK、はい、分かった、ちょっとじゃあおちゃん、あのその昨日のさ出来事の説明だけさせてもらっていい？ OKOK、うん、じゃあ船のちょっと船長恥ずかしいってことなんで、うん、何があったかを説明します、はい、はいはいはい、でここが第1番目、うんうんうん、でこれからジョイントでまっすぐ行って、うん、はいはいはい、これから油タンク怖い、ああなるほど、燃料給油口の行く方式だったよね、うん、そうやって上はびっしり、うん、横はもうかろうじて止まった、そういうことやね、あ、ちょっと借りていいですか、うん、まあねちょっと説明受けたんやけど、うん、まあこれがさ、分かりやすく言うと、はい、船の燃料、例えばあのブリッジの脇、はいはいはい、燃料入れます、じゃあここにドボドボと来て、はい、ここでエルボーを噛んで、まあ、その船の作りによって違うっちゃうけど、うん、これの場合こう2回曲がってそのスッとあの、うんうんうん、燃料タンクに行きますよっていう構図で、これ見て、うん、これうわ、おそらくね砂糖でしょうっていうことで話は聞いてるっちゃけど、うんうんうん、まあつまりさあれですね、うん、あの給油口に砂糖を入れられたっていういたずら、はいはいはい、うん、でこれねそのなんか給油口砂糖とかさ直接さ被害あるふうに思えんと思っちゃうけど、うん、その船のこと知らん人、はい、うんうん、俺ら漁師の目線からいくと、うん、もう殺人未遂ぐらい、うんうんうん、すげえ重大なことで、うん、やりようことも放火と変わらんレベル、はいはいはい、その陸の、犯罪でいうとね、それ分かってねまず、うん、だけど俺らが、まあ、釣り人であり俺の場合漁師やし遊漁船の船長なんやけど、うんうん、その釣りという遊びの部分をなんか例えばねその船がおって釣りしにくいけんとかさなんかイラついてたとか知らんけど、うん、それの払いそうその皆さんが商売してる船に、うん、船ってったらもう家と一緒やけ、うん、その船がないとまず始まらんけ、その人の生活、うん、子供食わしていけんし生活もされんし、うんうんうん、生きていけない、それにいたずらするっていうことはどんだけねあの罪深いことかまず分かっといた方がいい、はい、まあ、犯人ね今現在誰だか俺も目星はつかんけど、うん、今警察も昨日もね集まって、うん、とおちゃんあれっかね水産課も来たっけ、うん、水産課とかあのこの石田町の組合の代表の方とか、うん、はい、とかあとは俺らも電話もらったけん駆けつけてさ、うん、あのそういう状態やったと、はい、で捜査も始まってますんで、うん、でねその散らかして帰んなとかゴミをまき散らすなとかの話じゃねえと、うん、これマジではあの、うん、俺でももう多分もうブチギレるとかじゃないけ、うん、マジねこんなことしとってさ例えば燃料が詰まるやん、はいはい、詰まりました、でおっちゃんたちの船はさ背渡しを、うん、
ね、沖磯にヒラスズキとか釣り行きたい人とかさ、うん、磯子とかクエ釣りの人とかあげるわけ、うん、背にガーって寄せてね、うん、そんな時にこう燃料これのせいで詰まってさ、うん、かなりうねりのある危ない中さ、うん、ちょうどその時に例えばエンジン停止してみ、もう終わりよ、転覆やから、はいはい、でも助けれんし船動かん、うん、落ちたりとかして、そこまで考えてやってんのって話、うん、一つで俺はそれ聞いた時に、あ、おっちゃんそれはもうじゃあ釣り金でも文句ないよって、うん、そう、そんなもうみんながそのね命かけて商売しようところにそういうことしてくるやつがおるっちゃったらもう禁止にするしかないよね、うん、ってことで俺もその心苦しいとかそのわあせっかく釣りできたにとかいう話のよりもはるかに苛立ちの方が勝ったもん俺もね、うんうんうん、その船長やから、でその遊びのアジングとかアジ釣りの話をね、その商売でしよう人たちの、まあ、釣りを習わにはしてるけど、そう全く別やけん、昔から言うよ俺、漁と釣りってもう全くエンジン違えけんさ、うん、このその釣りの遊びのテンションで漁のことを言われるのはマジでムカつくって、うん、ずっと言うたろお前、あ、はいはい、俺に漁のこと話をすんなと、うんうん、何々がどう釣れようとかさ、うん、もうお前らに言って分からんっていうのは前々から言ってやん、言った海の男の気持ちはね、ほんと海の男しか分からんわけ、うん、でこれはねもうその度を超えすぎてるわけ、うん、で今からもまたちょっと 物証取りに来らすけん、うん、ちょっとこれあんまバーンとかやれんけんさ、うん、ちょっと一回置かしてもらうけど、うん、おっちゃんありがとう、はい、おっちゃんようそう怒らんねえみたいな見つけ出そうよっていう話をしたんやけど、ね、もうおっちゃんはもう怒りを通り越してんの、もう呆れてます船長さんは、うん、あ僕は個人的にその昔から信仰があって、うん、その普通に話せるけど、そんな俺が見よっても、うん、あなんからしくない落ち込み方というか、うん、そのあんな元気のいい船長をねこんな気分にさせたやつに俺はすごいムカついてて、うん、でそれが誰だみたいな、うん、正直わからんよその、うん、俺らもそんな毎日ここに来よってさ毎日顔ぶれを見ててここに来よう人を全て熟知してるわけじゃないけど、ただそのこういう場を紹介釣り場を紹介しよう身としてはねやっぱそういう部分は俺らがその気持ちも伝えないかんし、うん、こういうことあっちゃならんよっていうのをみんなに分かってもらわないといけん、うん、まあ今回こういう風に説明動画、まあ、しゃべるだけ楽しい動画じゃないけど、うん、船長さんからもこうちゃんと来ればみんなに周知しとってくれんねっちことで、ね、昨日からも言われてますんで、いや俺も謝ってさごめんねっつって俺らがここにアジで釣れる動画を撮って人が増えた分その中にそういうやつがおったかもしれんし、そういう人たちばっかりちょ思わんけんね、やっぱそういう中にはおったかもしれんし、逆にその俺ら関係なくて、うん、地元のね、うん、まあおるてよ投げさびきのおんちゃんとか、あ、はいはい、結構ねその人たちはね俺から言わせたらマナ悪いと、あそのもうほとばしるやん投げさびきってこう詰めてさボーン行ったらピクシャーって、うん、なんか横で釣りしようってもこう被弾するわけ、うん、そういうとこにはもう俺はもうあんま近づかんようにしてるし、うん、暑いね。ちょっと日陰探すか。うん。としくん暑いけどいい。ああ、いいよ、全然。ここしか日陰ない。こう看板とかもね、そうね、こう見てるのか見てないのか分からんけど、当たり前のこと書いてます。伊水産科石田町漁協協同組合。うん。で、この港の港湾維持っていうのは、うん、あのそのそこの土地の管轄の漁協が、ね、まあ、国から委託されてるわけ。はい。国のその場所でしょうが関係ないでしょうというやつもたまにおるけど、そいつは分かってなくて、国とか市、国が市、県か市がおってさ、で市がその各漁協にそこの港の治安維持とかそういう決まりを作ったりとかの、あの総括任せられてるわけだけど、漁協がまあ一番にメインに立ってそういう風にあの動く、というわけでその連名で水産館と漁業協同組合ってなってる。でね、詳しいこと言うと、その漁協にそれぞれ理事ってのがあります。まあ組合長って理事が、うんうんうん、でその理事が選出した人が組合長になる、うん、で、こういう時の話も、ここ、もうこういう風に迷惑があったと、こういう事件もあったけん、あ、はい、もうちょっと釣り禁止にしてもらう困るっちゃけどっていう話になったら、まずその組合とか水産館に。で、組合の理事が、そうか、そういうことあったらもう俺たちの漁師男の危なし答えん、うんうん、そういうのできん、釣りごときでそういうなことされとやったらもう禁止しろってことになって、こうなります、禁止になります。で、そうなる前にね、その
今回の事件の前に、うん、そのゴミをこの辺にも捨ててたりとか、うん、餌がほとばしってたりとかサビキが引っかかってたりとか、ね、そういうのをちょいちょいの積み重ねで、ね、おっちゃんたちも手ちょっと手が危なかったりとか、うん、ロープ手繰り寄ってとかガーとかもうあったみたいな、でそんなんでイライラが溜まってきてます。なのでここは禁止にしました。でなかなかね釣り場を釣り禁止にするってね、うん、あの水産課とか漁協もうんとは言いにくい部分があるんじゃん、はい、全てのことじゃないだろう。例えばここの一角のこの船の持ち主の人たちだけ被害を浴びてるみたいな、うん、他の人しっくりこんわけ、いや、うん、俺はそうか、うん、それええー、みたいになるけど、そこまで熱はいってないんだけど、だいぶここら辺の船長も我慢してて、うん、そういう話も常日頃聞いとって、じゃあここだけ釣り禁止しましょう、この自分の船の周りは禁止にしましょう。で俺らもあるけど、自分の船をつなぐ、まあ、その辺のエリアってもうテリトリーなわけ、うん、繋がってるけどそこの堤防はあの管轄外とかじゃない認識、漁師としてはもうその前に道具も置いたりするしさ、この道具箱っていうかコンテナハウスとかも俺もあるしね、うん、そのクーラーとかも置いてたりするし、うん、その敷地内がもうその船頭の、まあ、なんていうの敷地みたいな感じなんですよ。だけど釣り人とかさ、たまたまそういうちょっとアジが見えてる時とか船の前とかにやることあるっちゃけど、もうそれ人んちの庭に入ってその、まあ、人んちの畑からなんか持っていくのと一緒感覚でさ、見てないけんいいやろうとか、そう汚してないけんいいやろうって思っちゃうけど、そこはちょっとグッとこらえた方がやっぱいい部分、こういうことがあってから言うともう遅いっちゃったけどさ、かなと僕は思うっすね、はあ、なんでまあ禁止になった理由はそういうことが、ゴミ問題引っかかってるね、フェーザーが飛び散ってる問題がいろいろあった中での給油口に砂糖を流し込まれるという事件、はい、でこれはもうその船頭と釣り人の話じゃなくて、もうそういうやつがおるっていうことが問題やけんさ、うん、でもう見せしめじゃないけど、そういうことやるやつがこのまま何もせんやったらまたやってくるんじゃないのってなる、そしたらもう禁止ですよね、はいはい、もうそれはもうすぐ通りまくりよ俺からして。俺もそうやね、アジ釣りが例えばできんくなっても、漁の邪魔をされることは絶対もう怒るという腹かくとかじゃない、うんうん、漁に行って生計立てて子供を太りかさないねえわけ、はいはいはい、そこの部分に介入してきたっていうことの重大さね、さっきも言うけど、はい、うん、ありえんけど、マジ人死んでるかもしれんけど、これがもし気づくの遅れてたりとか、そこに燃料いかんくて、そう、ね、燃料減ってないと思ったらもうなくて止まったり、うん、大荒れの海の中走行不能とか、もうそれ考えただけやべえけ普通、うん、でね、もうここだけじゃないさ、あの一回その先輩の漁師の人からなんか夜電話あってさ、うん、で何っつってちょっと怒っちゃって、うん、なんか俺の船の前にチラチラしようやつらおって、うん、その船頭は昔ねマグロの道具とかを、うん、盗難にあったことがある人、でちょうど それで船に監視カメラをつけちゃったら、もうその船の前をなんかこううろうろしやつがおったけん、もう監視カメラで遠隔で分かったけん行ったと、あのまた泥棒じゃないかと行ったら、そのアジ釣りしに来た県外の人やったと、でなんか その人たちが、いや、あのアジ神さんのたちの動画見て、あの一気にアジ釣り来ました、うん、全然そんなとこ関係ないって、俺らもそこでアジ釣りとかしたことないし、あ、はいはい、うん、そ関係ないっていうか、多分そのなんやろね、宿から近かったとかの感じでそうなったっちゅうけど、うん、でそれでさ、もうお前がその一気に釣り人ば呼ぶけん来えんことなろうがみたいな感じでちょっとキレられたこともあるっていう、すげえ船長気持ち分かる、うん、パチられてるんやけんさ、そう、ね、俺もパチられたらそんぐらいになるし、うんうん、でそういうやつがまた来たかと思ってさ、捕まえちゃろうみたいな、うん、やろうつって言ったら、そういうことで紛らわしいまですんなってことで、うんうん、その人たちに、うん、でものすごい俺らも言われたし、うんうん、で それに関しては別にもう今引っ張ってなくて、その、まあ、まあ俺は俺のこと言う、でも全然その友達とかじゃないと思うとあってすいませんねっつって、俺も分かるけん、そういう自分の船の周りうろうろされたりとか、なんかそういうことされよったら誰ないってなるし、分かるっす分かるっすみたいな話で、うん、
済ましたんやけど、でその人たちもだもうだ連絡取るようないわけよ。誰かもわからんけど、はいはい、勝手に俺らの動画見てきて、で全然アンジンないとかに釣りしょって怒られたみたいな、うん、ロールさんでどうしてもいいかわからんやったけど、なんか2日ぐらいして連絡来て、はい、あのこうこうこうでみたいな、あの時怒られた釣り人ですみたいな DM 来てさ、あ、はい、そっか、いや俺も説明したよ、うん、こういう風に昔と何に会ったことがある漁師の先輩なんで、うん、そういう風にカメラもつけてて、そういううろうろされてたんで、そういう風に多分注意されたんやと思いますんで、こうそういう人もその結構行き通ない、そのなんか物取られたとかよく聞くし、うん、そういう紛らわしい行動をしよったら、そのただ釣りしようだけでもそういう風に思われちゃうんで、うん、気をつけてくださいねっつって、あ、分かりました、また来ますよみたいな感じだったんやけど、そこらへんよね。だから俺らが全てこう管轄できん部分っていうのがあるけ、ね、ん、今回の事件に関して もう誰だとか分からんちゃうけど、分からんよ、ここにその釣り禁止って書いてあって、うん、誰かが釣りしよってさ、たまたま見かけた船頭と、うん、そうダメよみたいな、そう釣り禁止って書いとるやん、うん、もうダメやけんねみたいな、なんだ畜生かみたいな思ったやつがおるんかもしれん。でもそうすらそうでもせんと、そんな給油口に砂糖流し込むなんてないし、まあそうですね、俺もすげえビビった。え、なんそれ砂糖入れるとか言うんな、どういうやつみたいな、うん、砂糖ちょうど持ってるとかなくない？ない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 。だから相当よっぽど多分家帰ったとか、なんか買い物行って砂糖買って貴重わけ、うん、船長が見てないとか、うん、だからそう何があったかとか、ここにどういう人が来ようか0から100までは分からんけど、うん、まあ、月に1回か2回ここに来た時にはやっぱいっぱい釣り人もおるしさ、うん、だから俺らが見てない中でものすごい人がここに消えて釣りをしょったっちゃろうと思う、うん、みんなをねちゃんと考えてほしいと思う。やっぱ例えば、まあ、こんなんタバコを吸いよって日陰でさ、うん、こんなんここ捨てたりとかすると思っちゃう。あ、はいはいはい、俺は昔はしよった、もう今らちょっと立場上ね、うん、もう引き締めない感じで、もうずっとやってないけど、ちゃんと灰皿とか持って帰るけど、そういう面が割れてない人とか、俺たちのことなんて誰も知ってないやろみたいなやつは、うん、絶対そういう風にやったことあるやつ絶対おると思う。俺らも昔はそうしてました、全然聞かざらんけど、昔はそうしてたけど、うん、年を重ねていくにつれ自分らの環境がそういう風になっていくにつれ、しっかりせないかん、しっかりそういうとこは私生活からきっちりしようねみたいな話をしてきてます、はい、それでも今回こういうのを防げんかったちゅうとこと、ついに域で釣り禁止のエリアができてしまったっていう、もうこれは本当に嘆かわしいことやし、そのゴミ捨てぐらいで禁止するぞとか話になっちゃるんやったら、うん、俺もその禁止にならんように動きますし、うん、そのどうにかその話ができる人の場合は話してさ、ちゃんとそう言わんで、こういう経済も効果あるしさみたいな、この辺の民宿の人たちもここでアジ釣れるけん、あのアジ釣りに来て泊まってくれる人も多いと思うけんさ、うん、その辺もいろいろ加味した上でさ、俺らも定期的に掃除するけん、うん、禁止だけはどうか管理しちゃらんやろかなって言いようはあるんやけど、まあもう船に手出した以上はもうダメです、うん、そこはもう俺がそれをほぐすことも不可能、もうそれはもうおっちゃんこれダメよ、禁止で間違いなくつって、うん、ですね。なんでそれがまあきっかけとなって、うん、七海だと釣り禁止になりましたんで、はい、はあ、でもそのここに例えばもう竿を持って立った時点でもう通報案件です、はい、警察とか漁協とかに来るし、うん、でもまあ一応は漁協やろね、はい、漁協に連絡行ってさ、通しようやつがおるって言ったらいちいち来ないで、もう3、4、5キロある、10分ぐらいかかる、そうね、石田漁協からやったら、うん、でいちいちね水揚げとかしよう中でさ、うん、作業員の人がさ、うん、漁協の組合の人がわざわざ来てさ、うん、わざわざ注意しに行ってみたいな、 そんなんマジでさ人的メリットないけん、うん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 、それで捕まえれば捕まえるだけその売り上げ上がるとかないしさ、そうね、言う方も気の毒い、言いたくねえよ最初の禁止なんとかせんでよって思う、うん、だけどもうくれぐれもね、その夜やけん誰もおらんけんとか、うん、今あの誰も見てないけんとかで釣りすることはやめた方がいい、うん、で俺らもねもうここで、じゃあもう禁止やけんさ、されんちゃうけどさ、はい、できることはないっちゃう、うん、ただね、ここまあ俺らはその俺個人として、ね、うん、そのまあマグロ俺らめっちゃチェックしよう人は分かるけど、うん、アジングで釣ったアジでマグロ釣れたとかさ、うん、まあ
ヒラマサ釣る餌にアジが必要だとか、クエ釣りの餌を釣らんといかんとか、そういう話がねあるけんさ、その釣りと関係なくそういう話をしてます、うん、ここの船長さんたち、うん、で俺の場合はもうそう、漁師の人たちはそれと生活かかっとる手やけん、その船でつけてアジを釣って池間に行かして帰るとは全然よかげんということで許可いただいてます、うん、でそこまでね、その釣りの感じでつくことで禁止になるとさすがに漁師の部分に影響してくるん で、うん、でそこだけはちょっとね、今話した船長もそのお兄さんの方もそうやけど、この辺の人たちにも一本筋通してそういう風に釣らせてもらえる環境、まあ、その漁のことに関して、ね、餌の確保は、うん、あの話は個人的にはしてます、はい、そこはあとは個人の話になると思う、うんうん、インド人の人がそういう漁するときここに船つけてアジを釣るとかさ、うん、でそういうのもね、はたから説明せずにさ、見たやつはさ、船やったらいいんかいとかさ言ってくるやつ多いけん、まあ、この動画ついでに言っとく、うん、でそこはもうその船持ちの船頭さんたちと今までのコミュニケーションとか、その、まあ、漁師である部分とかの、うん、その立場上の話やけど、もう釣り人釣りは関係、うん、で釣りはこう禁止やけどさ、っていう形になります。はい、なんで僕がまあたまに年に1、2回ここでアジの餌を確保してたりはするかもしれんけど、はいはいはい、勘違いしてんでもらっていいですかっていうことだけは言っとく、ついでに、はい、その遊びのついじゃなくて、ね、本当に必要な場面っていうのがあります、うん、でここもね、有数の餌確保エリアやったんで、でうん、たまに陸から来てさ、釣ってさ、カゴに生かしといて、あ、じゃあ後で船で取り来るけんとか言って、でそれ持ってね、ヒラマサ釣り行ったり、アラ釣り行ったり、マグロ釣り行ったりしてたんで、それまで禁止されるとちょっとまずいよねっていう話を、ね、いろいろしよったら、いや、それとは漁の部分は関係ないで、生活かかっとることに関しても、ここは協力するよってことは、一言いただいちゃってますんで、はい、そこだけは周知しとこうかな。はい、はい、エギングをね、できんっちゅうのは、結構俺はショックと思う。もうちょっと北東でしけたりしたらさ、もう俺ら出れんけんさ、ブーンってこうここに来てさ、うん、おちゃんみたいな、最近どうよみたいな話したりとかして、そういうこう浜の雰囲気作りを僕らもしてきましたし、うん、まあ、ここだけじゃなくていろんな場所で、ね、まあ、自分の港もそうやし、他のエリアでもそうやし、そこの地域の人たちといい感じの雰囲気が作れて、その漁師と釣り人の垣根をほぐす役割は俺がやらなかなと思ってやってましたけど、やっぱもう勝本が禁止になるとか一番俺は恐れとるね。あ、うん、もうあそこも船詰まりまくっとるしさ、うん、昔から言うとごっそ人増えたし、あそこの船頭よう考えたらめちゃくちゃ心広いと思う本当あんな船と船の間で釣り寄ってさ、うんうんうん、釣れたかみたいな、氷あるかあるぞみたいな声かけてくれる、うん、みんなそういうのね、昔からずっと喋りながらさ、うん、コミュニケーションを深めてさ、やらせてもらってるっていう、もう ここら辺でね、もうそういう場所、だからここがダメになったらそっちに流れる、エビマやったり向こうやったりとか、うん、あっちやったりあっちやったり流れます。でそういうね、みんながしっかり引き締めとかんと、ちょっとだらけたやつが例えば、ね、100人中2人ぐらいすげえマナー悪いやつってさ、うんうんうん、そういうやつだけ目立ってしまったら他の100人の人98人釣り気になって迷惑になります、うん、そこのね、1人やったらいいとか、うん、ここの誰々がいいって言ったっけいいとかじゃなくて、ここの誰々がいいって言ったっけいいんやけど、他の人が見られた時にこういう影響になるよね、誰々釣りときいいじゃないですか、誰々釣ってましたもんってなるけん、うん、そこを説明が面倒いけん、花から釣らんでいいやんっていうことで、立ち回ってもらったらいいかなと思います、はい、あで残念な結果になったし、俺もね、途中からこう感情優先でちょっと喋ってしまったんで、うん、僕も何を言ったか何を言ってないかもちょっと分かんないですけど、はい、まあ、事の真相はそういうことになりますんで、うん、で僕ら生島アップこの生きの釣りを発信してるメンバーっていうのもその、うん、責任はあるだろうって、うん、なんで、まあ、昔に比べたら、まあ、前もねそう SNS とかいちいち拡散せんよ、どこどこのビーチクリーンしますとかさ、はい、せんっていう俺らと、うん、今日ちょっともうなんかさゴミめちゃくちゃ散らかっちゃって、まあ、言われよっけちょっとゴミ拾いくぞっつって、うん、超プライベートよ、何回かあるってやんそれ、はいはいはい、かといって、そう、懸念しましたとか、いちいちせん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 、もう
出ずにいいもん別に、うん、俺らもその心の綺麗な人間かちょっとそうじゃない可能性の方が高いけど、うん、もう自国に行くような人間ばっかりですよ本当。ただ分からんけど、うん、今はなるべく人様に迷惑かけんように行きたいなと思ってやってますけどね、うん、それでもやっぱちょっとしくじって後悔することもやっぱ人間やけんあるんで、うん、あこういう風な行動は良くなかったなとか今でもこう成長していけるというかまだあの未熟な部分を成長させていく途中ではあるんで、うん、はあ、なんでそういう風に俺たちは何も悪くね俺たちはちゃんとしてるぜみたいなことは言いません。今後ただこういうことにならんように僕らも尽力していくし、うん、たまにねこういう風に違反しよう人がおったらしっかりちゃんと注意できるように、うん、あの心がけていきますんで、うん、お願いなんでもう注意されんようにここの人たちとも、うん、もう言われんようにしてもらいたい。で、すげえぶっちゃけて、はい、生島アップ見てここに起用してそんなやつおらんと思う、うん、と思う、うん、でね結局ねそういう風に地元の人からしたら県外に人が多くなったら そいつらと思っちゃうけど、うん、俺はそうじゃないと思って、うん、地元でもねむちゃくちゃマナー悪いジーアンバーヤンいます、はい、あ僕らはそっちの方が問題じゃないかと思います、うんうん、極論の話、うんうん、話すけどもうガサついしモラルもマナーもないようなおっちゃんとかと話すこともありました、うんでまあ、ただ地元の人やしこの辺の人なんやろうなと思ってさ、うん、もう多めに見てた。ああ釣れるかああやっぱねとか言ってさ、うん、そうか釣れるじゃんそしたらそこで投げかせとか言ってさ、うん、投げさばき、うん、まあ来てわーとかやりだす人もいます、うんはあ、じゃあ俺らはそっちの筋の方の人の方が問題だなと思ってます、はい、だから一気に釣り人が増えて、うん、そいつらのせいで汚いとかじゃなくてもともとおったそういうおっちゃんたちがそういう人たちの動きを見て、うん、あこ釣れよとか寄ってきて、うん、それで散らかすことが絶対に多いこれは間違いなくいい、うん、そういう人たちがおったら地元のおっちゃんであろうがはっきり言った方がいいです、うん、なんで俺がその地元のおっちゃんにそういうシチュエーション場面にあった時ははっきり言いますしもうがっつりダメなことはダメだろう年上やろうが、うん言いますんで、うん、それをはっきり言いたいがゆえにその僕らの動画とか見てくれて息を魅力に感じてくれた来てくれた人がマナーが徹底していてくれることがもう助かるというか大前提で、うん、いやこの人たちは県外から息をあむしろ綺麗にしに来てくれてるって言えるぐらいのモチベーションで来てほしいなと思います。僕が見るなんか僕と一緒に釣りしてる中でそういう人は今のところ一人もいませんでした。なんで皆さん協力お願いします、はい、あとね賞味ね こ,、まあ、これちょっともう船にいたずらをされてるっていうのはもう一番、うん、もう大ダメージなんやけどねさっき言ったように、うん、人身事故につながる話まであってやあ、はいはい、なんやけど俺はそのどうにかねほぐしてまたこの七港でいつか釣りができる日が来るように、うん、あの動いてはいこうと思ってます。釣り禁止やけんどうだとかじゃなくて釣り禁止になったことで多分ここら辺の民宿の人たちとか飲食店の人たちも売り上げちょっと下がると思います、うん、間違いなく そ,、ね、そんぐらいの価値があった港です、うん、そこをとあるマナー悪い釣り人とやっちゃいけんことしたその犯罪者加害者のせいでこうなったということで、うんうん、それのやっぱ戒めじゃないけど痛みはみんなでシェアせんといかんし、うん、みんな釣り人みんながもう一回ふんどし締め直さないかんと思う。あの量の部分に関与したらダメよアウトよ本当、ね、釣りごとき、うん、味釣りごときで量の部分になんか接触してくるやつはもう、うん、そらもぶち切れられて当然、うんうん、俺はもう その気持ちがすごい分かると、うんうん、まあしゃあない、うん、だから今までのちょっとお世話に なったやん俺らも、はいはい、ここでもいい味釣らしてもらったしさ、うんうん、なんやろな個人的にはその島野のジョーさんと丹羽さんがさ、うん、島野のライブの後にここでさ2人で40オーバー味ってさウェイみたいな写真俺撮れたことあるっちゃけどああ多分俺も覚えてる、うん、あんなんとかめっちゃいい思い出です、うん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 、次の日藤原しんちゃんが一人で来てたとこと写真あんなんとかもこういっぺんちょ思い出の場所やけんさ、うんうん、あそれだけじゃなくてね有名な釣り人いっぱい来たし、うん、リンタコもミッピーも来たし、うん、そういう部分ではみんなやっぱ記憶にある港やと思うね。そんな港が釣り禁になったことは本当僕らとしても悲しいですし、はい、やれることはやっていかんといかんな近くに僕らもふんどしがっつり締めて、はいはい、やっていきたいと思います、はい、長くなりましたけどちょっと以上です、はいはい、でちょっともう
もう取って出しなんで編集もあんまりきっちりやってないんで聞き取りにくい部分もあったかと思いますけど、まあ一応そういう思いで僕らも今後動いていきますんで、はい、皆さんの ご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回は楽しい動画で、はい、会いましょう。ありがとうございました。どうも。